青山野の,のぼっちタイム本編「ぼっちザラジオ」が始まる前に青山吉野がぼっちでお届けするぼっちタイムバイザキさんからメールばイい,ただいとる件呼んでいくたいね。青山さんラジにこと自体です。というかラジオ配信などに送ること自体が初めてです。さてラジオの内容とは関係ないのですが自分は佐賀県出身で現在も在住している独身ぼっちおじさんです。 そんなすっごいニッコニコの絵文字ついてるけど独身ぼ長寿さんですいいですね誇っていきましょう青山さんも同じ九州の熊本県のご出身とお聞きしうちのルーツは熊本にあるという話をしていたのを思い出しました 何でも私のご先祖様は加藤清正公に仕える武士の一人だったそうです青山さんはご自身のご先祖様の話など教えられたことはありますでしょうかもしまだ知らなければ意外と面白いので知っておいていいかもしれないですよニコ ちなみに自分は今年の7月から「ボチ座ラジオ」を最初から聞き始めたのでこのメールが読まれている時にはおそらくバックナンバーを追いかけている最中だと思いますいつか最新回に追いついた時にこのメールが読まれていると嬉しく思います追いつけ追いつけ長くなりましたがこれからもお体にお気をつけてお過ごしくださいそうなんですちょっとなので最初は熊本弁っぽく喋ってみたんですけど。 もうすっかりエセになってししままいましたなんて言ったって私熊本から上京してきてもう8年 ?2014 年の12月なのでえ9年くらい経つんじゃないですかもうそろそろまあ私年齢非公開なので27歳という名の年齢非公開ですので,でもうそろそろ東京にこう住んでる年数の方が熊本より長いみたいなことに なっっててしまってこう熊本のこと聞かれてもああもう今の熊本のことは分かんないなーなんてどん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 なっていくんだろうなって思うとあんなに愛していた故郷が遠くなっていく感じがしますが私先祖の話は実は聞いたことがないんですけどなんか意外とやっぱそういう地方にずっと住んでる人とかだとやっぱこういう有名な武将さんの なんかのなんかみたいなことがまあ大体そうだけどさ人って生きてるってことはさなんかのなんかのことは確かなんだけどなんかこう私のそれこそ声優の友人だと,えと武田信玄の末裔がいたりとかなんか意外となんか武士のなんだかんだが多かったりすんのかなって思ったりもしてあの私って青山じゃないですか。で私祖母にあの 祖母にっていうかなんかこうずっと私がもう生まれて物心がついた時から社長ばばあちゃんんって呼ばれて呼れいいる祖母がいたんですよまああのお父さんのうちの父の祖母なので、まあ、父方の祖母がもう本当に私が23歳の時から周りからみんな親戚中みんなに「社長ばあちゃん社長ばあちゃん」って言われてて。 私もまあそういう何て言うの社長とか課長とか次長とかそういうなんか概念わかんないから社長おばあちゃんという個体だと思ってたんだけど小学生くらいになると社長っていう役職があってそれにばあちゃんっていうまたそれまたばあちゃんという役職がついてる。社長ばあちゃんってことはうちのおばあちゃんは何かの社長なのかなって思って。 いつだったかななんか聞いたんですようちのさ社長ばあちゃんってなんか社長なのって言ったら「ああたにはねあんまりねイベントだけどねちょっとあのまあお洋服屋さんとかやっとったとたい」って言われて「待って、ね」でもその時には私ももう賢いガキだったので「洋服屋青山社長」 完全に洋服の青山ーってなってもうその時から私はもう私って洋服の青山の社長の孫ってなってもう本当に有頂天になったのだからもう次の日学校でも私は私は洋服の青山の孫だけどって言いながら歩いてた思いながらじゃないよマジで言いながら歩いてたでやっぱちょっと あのよ小学校の時からさ何ていうのこういじられ体質だったから、まあ、そういう時にも「いや私は洋服直山の孫だけど」って言いながら返すっていうか謎の,あの「俺のターン!」みたいなやつの切り札がなぜか洋服直山だったっていうでなんかそれに「うわままマジかよ!」ってなってるやんちゃボーイズたちも何だったんだって感じだけどっていう事実当時 当時のその事実は本当に私を強くしてくれてありがとうって感じだったんですがこれは全部嘘どこからが嘘かっていうとお洋服屋さんの社長だったのは本当だったんだけど洋服直山って私が勘違いしたところあたりからが全部嘘であのね全然違う洋服屋さんだった。なんか普通に地元のの熊本の ちっちゃいなんかこう仕立て屋さんみたいなところをやってたってだけで私が勝手にね青山で洋服屋で社長でっていうのであ社長おばあちゃんは洋服の青山の人なんであのネクタイもあのスーツも全部うちのおばあちゃんが作ったらうわーおばあちゃんがすごいってことはうちもすごいみたいになってちょっとすごく鼻高々になって過ごしていた小学生時代がありました。 だからまあ先祖ってわけではないけどまあそのね仮にこうちょっと嘘というかまあ、勘違いだったとしても、まあ、自分を強くしてくれるものってあるしまあなんかこうやって二十、えー、数年経ちましてあのー、こうやってラジオで消化できているのでよかったのかなって思いますえー、私もなんかそういう強い先祖欲しいで私がなんかすごいピンチの時とかに 助けてほしいスタンドみたいなのがブんって現れて待たせたなって言ってほしいああ <laughs> リムクロさんからいただいてます青山さんこんにちは 最近自分は買ったばかりのスイッチを落として壊してしまいましたかわいそうに青山さんも何か買ったばかりのものをすごく壊した経験はありますかあったらどのように切り替えすればいいでしょうかどんまいすぎでも私もスイッチ壊れました私もともとその据え置きゲームをするあの人生を送ってきてなくて。 ね、あのうちの家が厳しいみたいな話はこの「ボッツちラ,ラジオ」でもしててあんまりこのゲーム機ってものに触れてこなかった、まあ、おかげでなんかそ,のそこまでこうゲームに支配される人生じゃな,ないというかだからスイッチあの私がすげえ気まずいあのモブでしか行ってない現場でなぜか1等のスイッチを当てて持って帰るっていう場が気まずい経験をしたあのいわくつきスイッチ。だからなんだろう どのよううに切り替えすればいいんだろう大事なものってことだもんねリムクロさんからしたらつうか買ったばかりのスイッチを落とすなよ大事なものだったらうわっ元も子もないアドバイスしちゃった私こういう指摘母からされるの本当に嫌で。 なななんか何か何をなくすじゃない「ちょっと給食袋なくしちゃった」って言うと「なくしたから一緒に探そうよ」っていう建設的な話し合いをすればいいのに「なんでなくしたのあんたはいっつもそう」みたいな「ないっつもいっつもなくしてばっかりでお母さん知らんけんね」ばっかりで「お母さんが知らないことは私だって知ってんだ私だって知らないんだからだから一緒に探そうよ」って言ってんじゃん「探そうよ」とは言ってないけどさ言ってないけど言ってるようなもんじゃんかこれはさ。 そんな元もともこもないこと言ってそんなこと言ってじゃあ給食袋は見つかるんですかっていうもうバチギレ私の反抗期はそこから始まったてっててててっていう感じでちょっとまだ話が脱線してしまったんですけど落として壊してしまったらどのように切り替えすればいいんでしょうかえー、どうすればいいんだろうえー、どうしようス,スイッチえー、もうあなんかでもさ これは風の噂というか、あのなんかそういうの任天堂はめっちゃ優しいって聞きます。本当に落として壊してしまって、あのまあ、こっからはじ嘘でもいいよ。あの祖父から受け継いだ。大切なあの。なんかこういうお話があって、あの死ぬ前にこ,このスイッチをお前に託すとい言われてもらったやつで。すごく大事なものなのですが。 こう不慮の事故に遭ってしまいスイッチがあの壊れてしまったんですみたいなのをお手紙にしたためてあなたが落としたのは金のの銀ののみたいな感じのやつで聞いたことありますがでもやっぱり嘘はよくない買おう金で解決だこの世でね金で解決できないことなんてねほとんどないので続いてそうでほんと嘘は良くない この間もうなもんかちょっと自分の事務所のねこう後輩にちょっとアドバイスしようみたいなアドバイス何かしてくださいみたいなのを無茶ぶ振りされてうわな,なんだろうみたいななんか嘘でもいいからおもろいこと言うって言ったらめっちゃ怒られた <laughs> す,すいませんさすがにそれはみたいな言われてあす,すいませんなのでやっぱ嘘はよくないみたいです ポケットに七草がゆくんからいただきました青山さんこんにちは先日ちょっとしたことで友達と衝突してしまいましたああドカン友達にも僕にも主張がありましたが友達が言っていることも聞きつつ自分の意見を主張しましたしかしあまりにも友達の圧力が強くグググラチが開かないと思った僕は「ごめん僕が悪かった」と折れてしまいました 形的には収まったのかもしれませんが自分の中ではまだ納得できていません青山さんは人と意見が衝突してしまった時どうしていますかうわ若き悩みだ若き悩みすぎる17歳もう2 n 歳になると友達と衝突ってしないんですよ とにかく人はね腹の探り合いでねいかに衝突しないかいかに戦いを避けるかみたいな不戦勝なんです戦わなかったやつが勝つみたいなね世の中なんですよでも私もよく友達とは喧嘩してました中学生の時とか中学生の時がよくほんと人と意見が衝突していたかも うんでも私はその時どうしていたかな私も申し訳ないんだがポケットに七草がゆくんの友人のように俺の圧力が強くてみんなに曲がってもらってたかもしれん。ごめんでも曲げられなかったその時はどう考えたって青山吉野が正義すぎてみんな変われーって思いながら念じながら。 ちょっと強く強く言っていたかもしれないでもきっとな七草がゆくんのように丸く収まってくれてこう実は納得できてないけどともし火消えずみたいな人もいたのかもしれないなと思うと申し訳ないと思うそんな私だから何か言えるアドバイスうーんないかなあるか人と意見が衝突まあでも 大人になって、まあ、ないとは言ったものの、やっぱこう、ああ、息合わないな、みたいなことは正直ある時は、うわ、どうしてるんだろう。もう私でもなんかもう社会人としてちょっと終わってるんだよな。なんか、うーん、いや、じゃあ、いいと思いますけど、みたいなこととか言ってるかもしれない。<laughs> あの、嫌なやつムーブ <laughs> <laughs> ーん。ー 嘘だけど嘘じゃないんだよな多分これ多分出ちゃってるんだよな納得できてない多分出てるんだよな私顔に口では「あなるほどですねわかりました」って言ってる顔が多分だからいやもう解決できるのはマジでもうお互いが納得いくところまで話し合う。 でごめん僕が悪かったったて一回折れるやんか折れて一回ちょっと解散すんのよ解散して向こうの意見とかを冷静に考えるのねまああれを言った意図って何だったんだろうみたいな高校こ,こ,こうしたかったからなのかなみたいなで向こうの意見をこっち側に一回持ってきて自分なりに解釈する自分の言葉であいつの意見を言ってみる言葉にしてねそしたらああんか自分語で話すと こういういいところが見えてきたなとかああいつこういうこと言いたかったのかもなみたいなのがだんだん見えてくるのよだから私がおすすめするのは一回解散するだから七草がゆくんが取った行動ってすっごい正しくって一旦いやもうごめん悪かった俺が悪かったみたいな感じで一回持ち帰るけどやっぱり納得できない部分とかがあるじゃないその時はねそういうのも一回自分の言葉にして噛み締めてなるほどなと 相手はもうだから意見が合わないということは多分宇宙人だから宇宙語語自分のの中で理解ししててみみるる日本に訳ねそれで日本語に訳すとなるほどってなったりする部分もあるからもう一度その宇宙人とピピ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 って更新してみるそしたら意外とその宇宙語をさ七草ヶくんはさ学んだわけじゃんかその一回持ち帰ることで意外と寄り添えたりする部分が見えたりとかもするから。 私もよくやる宇宙人だと思って宇宙語を理解して多分向こうもう私のこと宇宙人だと思ってるからこうお互いがお互いの母国語で、ね、翻訳して <laughs> もう一回持ってくるみたいなのをすると冷静にもなるしねこう整ってみるっていうのが大事なんじゃないでしょうかうわー私もそれやってみようそうだよねなんかやっぱこうダメだよね演者ムーブ。 いやダメ,ダメ役者ムーブダメだよね一番やっちゃダメだわ本当に絶対般若の顔になってる私ほんと24時間鏡をもうなんか身につけていた方がいいんじゃないかってくらい自分の顔面でも私たまにだからやるんです家に帰って私あの時どんな顔で喋ってたんだろうっていう例えばじゃあ会食とかがあった時に正直ちょっともう帰りたいなみたいな時の楽しい話題の提供ってあるじゃないですか帰りたい けど楽しい話題を喋らないといけない時の顔ってどうだったんだろうはいアクションもう1回再放送するんですよえーそうなんですね」を鏡の前でやって「えっ、ー、ぶっすぎ!」みたいなので反省する「うわ次からもっとうまくやろう!」みたいな感じで一回その鏡の前での反省会みたいなのがやったりとかしてます。 あ,のあんまり生産性はないなんか落ち込んで終わる普通にあ私の画面ブ,ブスすぎってなって終わるのであんまりおすすめはしないですけどなんかそうやって自分をなんか知ることのきっかけにもなるんじゃなかろうかと思いますけどね。ということでえっ、ー、と「いろはすをちょっといただきたいと思いますぼちだろくんでえコラボさせていただいてるいろはすの方いただいていきましょうかああうまい イロハスまさかいろはずと企業コラボが決まるなんてびっくりですよねやりたいですよねきたちゃんのいろはずで巨大ウォータースライダーそんな感じですかねー <laughs> ねーあとはやっぱりもう今日はこんな私のどうでもどうでもよくはないですよ どうでもよくはないけどぼっちタイムよりも大事なお話がこのあといっぱい待っておりますので今日はこの辺りで切り上げてちょっと大切な人を呼び込みたいいと思いますうんうんうんちな我はですねあのー、友達と喋るとる時ないし自分で喋るとる時一人で喋るとる時と先輩と喋るとる時まるで人格が変わります。<laughs> 皆さん 交互期待それでは今日の「ぼっちタイム」はここまで本編にいきましょう「ぼっち座ラ,ラジオ」開演ですラジオさあざわざわと <laughs> ざわざわと入室されましたドキドキ。<laughs> 改めまして、<laughs> ボッチザロックご藤一人役の青山よ野です。この番組はアニメボッチザロックの最新情報をお届けするとともに番組オリジナル企画をお届けするラジオ番組。青山よ野がスタッフを入れず一人で進行しています。改めて番組ルールをご紹介いたします。えー、コーナー始まりも終わりも青山よ野次第ということで私の目の前にはサンプラーと呼ばれる押すと音が流れる機械が置いてあります。各コーナーの BGM を押せばそのコーナーがスタート。自分で始めて自分で終わらせる一人ラジオです。 ふう今さん行きますよちょっと行きますよ今回はなんとスペシャルゲストにお越しいただいておりますこの方ですどうぞイジチ聖火薬内田萌由です本物だー <laughs> 本物だよ, <laughs> 本物だよ来たよ,本<当>よ <laughs> いやちょっと大事件です 大大事事件件ザラジオ的大事件で、うん、そうなのもう実は「ぼっちザラジオ」にゲストがいらっしゃるっていうのが初めてでまあもうめっちゃいい匂い <laughs> <laughs> 急にこのスタジオがめちゃくちゃいい匂いになったいい <laughs> な、いいだろうケケケケケうらましいだろう匂 <laughs> いばっかりは伝えられないけれど <laughs> 今日はねちょっといろいろとんなんかあんまりうん それこそそのぼっちザーロックってその結束バンドキャスト以外にこう何かインタビューのなんかこう対外のクーとかでなかったと思うんですよ。多分だけどアフレコがあって、はい、でここで放送があって。 ここまで来る中で一回も誰かにボッチザロックのインタビュー聞かれたことないそれこそね本とか出ててその中のテキストインタビューみたいな形でメールを返すってことはあるんだけどそれだけだと思うせっせどうしてねあんなに出てるそうなんですよしかも超絶重要キャラでう何か意図があったのかなと思って私はだから今日は絶対にそれを含めて大人の 皆さんにも絶対聞いてやろうと思ったのにもかかわらずですねうん、うん、今日はですねなんとスタッフが全員代理というそうなんだよ, <laughs> んだよお。私も初めて来たからさう、ね、うどういう感じなんだろう 知ってたのよ誰がこう構成作家してるかとか聞いてたからああどんな感じなんだろうなと思ったらいないのねそうなんです何で今唯一のおいでが私だけってなってしまうゲストやぞそうなんですだからこれは好き勝手何だってやっていいという大信頼だと思うんですそうだよねそうだからもういろいろ喋っちゃいましょうそうしようってあることないこといやよぴーがえっノリさどういう 2cm くらい浮きました。<laughs> <laughs> 浮いた、聞きました今、でもなんかね、あのすごいラジオがもうめちゃめちゃ得意な人だから大丈夫だよって他のスタッフさんに言われてきたんだ今日は。そう、無責任ねているもんだな。大丈夫、ようやく背いなくてもいいって。言われてきてるから。そんなことないんです。任せる。いやでもじゃあ改めてちょっとい伊実聖化というキャラクターの説明をちょっと内田さんからそこからしましょうか。ください。はい。 いか、えー、さんはですね、はい、結束バンドの活動拠点であるライブハウススターリーの店長で二のお姉ちゃんでございます,そ,す、ねはい、そして元バンドマンそしてその実力はレーベルからスカウトの話がくるほどの腕前であると、うん、今はやってないんですけどねうん、うん、そしてぶっきらぼうな性格でにじかや他の結束バンドのみんなに厳しく優しく 接していく。うん、大人としてバンドの成長を見守っている存在という。そうなんですよね。はい、なんか結束バンドからしたらちょっとお姉さん、イ、うん、エさんとか、うんうん、あの聖華さんたちでこうちょっと見守る。本当に優しくてね。うんうん、なんかその厳しさが優しさというか、うんうん、なんかえ聖華さん最初にその。 さんのお話いただいた時ってもうん、うん、内田さんにお願いいしますみたいな、えっと、私はだからそうなんかうんそうだねオーディションって感じでもなかったのかななんかねやらせていただくことになって、うん、でもあ「いいんですかこの役やっていいですか」えー、みたいななんかそう感じだったから、うん、私もびっくりしたしうん、うん、嬉しかったし結構クールなさそうですね雰囲気もあったから私おアフリカの時に 音響監督藤田さんにあこういうのできるんだねみたいなこと言われた。それ覚えてます一緒だよね一緒にやらせていただいてあそうなんだそっちもいけるんだねって言わ実はそういうのをやらせていただいてますって言ってこのラジオ藤田さんのモノマネ大好きなんですよ青山今のところなんだけど めっちゃ似てますよね似てるいやあめっちゃ似てるはいそれでは楽しんでいきましょうやるやる私も聞いもう私大好きでわかるいいよねそうなんですよ森屋さん本当藤田さん自身も優しくも厳しくもいいね感じだったんですけどいやだから私も最初聖火さんが内田真彩さんって聞いてえぇってめちゃくちゃ意外だったんですけどお声聞いてもうこれってなってあよかった本当になんか 厳しさの中の優しさのある声、嬉しいと思って。ずっとでもさ、ぼっちちゃんとはさ、こうある一定の距離を保ってるから、どっちかというとぼっちちゃんが保ってる。ていて、優しく声かけても、ひゃひゃこわい。確かにパツキンのバンド元バンドマンは怖すぎる。怖いよね。人気からするとそうだよね、喋んないしねあんまり。喋ったと思ったらなんかこう怒ってんだか笑ってんだかわからないみたいな。 怖すぎたけれどもでもなんかちょっと可愛いところリンゴジュースが好きでじゃあ眠れないとね眠れないっていうのがすごい可愛いくて楽しかった本当にアフレコ。なかなかこう当時は分散収録とかでがっつりご一緒するとかが多分たん 話話中あったかないかかあったなぐらいの私だから結束バンドのみんなとも多分ね北ちゃんとは一緒になってないんだから橋谷いくみちゃんと一緒になってないはず多分そうなんですそうか北ちゃんが参加する前にアフレコに行ったことはあったけど亮さんにじかちゃんぼっちちゃんせいかさんでちょうどね4人でしか取れない時期があってそれ以降は。 一緒にななっってい気がするそうだたかもしれなう一回なんかすごいあの本人も言ってたんですけどあの内田さんの背格好と格好その服装と育美の背格好と服装がすっごい似てる時期があって夏のあの時期似てる時期があってさゆみが一瞬内田さんを育美と間違えて「あおはよう!」。 みたいいに言って2分くらい私としかも作は「あさゆみ内田さんとも仲いいんだね」って思って「<laughs> うん、えっ?」って思ってでも違うよなって思いながらもでも「仲いいんだろうな」いやでも違うかなでもあれあれっ,て思ったすみませんあ <laughs> っあっあははははっあっあっ」てうのがあってあっ <laughs> 爆焦りしてるっていうのが <laughs> そ,うそ,うそうだよだってちゃんとこうなんか一緒にワッてやるのってそんななかったはずだから。 すごいなんか上下にスクワットするくらい焦っててさゆ右が全然気にしてない全然大丈夫だよっておっしゃってたのがすごい印象的でしたいやすごいなんか全然私もさ気づけば先輩になってるけど先輩つぶりないのよ先輩ですよ全然なのよ何もそんななんかえって我々の世代で声優オタクをやってた人間は全員 入ってますよ。よ <laughs> 一度は沼に。沼に <laughs> いや、そんな。から声優になってしまってるので。全くね、そんな気がないままに来てしまったというね。沼深いです。沼深いですか。ありがとうございます。いや、でも、本当に、それこそそれで、うん、あの、アフレコとかでご一緒する機会があんまなかったんですけど。うんうん、なんか、ちょこちょこ、その。 あの結束バンドの曲とか聴いてくださってたりとかあとライブにそうなんだよめっちゃ良かったんだよそれずっと聴きたくてみんなツイッターで「えっ内田さん内田さん」って「空間に」みたいなそうだ挨拶すらしないで帰ったらもう人だらけだったんですすごかったから私あの日イベントだったからそうイベント帰りでタクシーに乗ってシュッ で <laughs> そ,そう全くゼッペリ行ったんだよ。えでもイベント出てらっしゃるよ。本当だよ。本物本物本物みたいな偽アみたいな。ぎりぎりで <laughs> わあもう本当に嬉しい。ありがとうございます。すごく素敵でしたね。ねなんか、うん、なんかど,どうですか改めてライブうになって、ね、なんかあのー、どんな感じなのかなってうん、うん、な内容もさ知ってた知ら知らないで行ったから。うん えでもこれ結束バンドって育美ちゃんが歌うからみんなってどういう感じなんかでも4人で歌うとかなのかな<ー>ぐらいの感じで言っててうん、うん、そしたらもう本当育美ちゃんがバーって歌って<う>で3人も出てきて、うん、で最後までな4人で歌うのかと思ったらすごいストイックなライブだと思って結構すごいそれに感銘を受けて私1曲目入ってねうん、うん 聞いてて涙出てきて<ー>泣きながらウェって腕振ってた二<ー>階席のところででもなんかヨピがねキター弾いてるところも感動しちゃって、うん、心が洗われる私なんか ロックの声優でよかったなこんないい席で見させていただいてありがとうございますいちファンのお気持ちで当あの聖火が見守ってるのと同じく腕組みっていうの見てたわいやもう本当にそうだったんですねだけど2時間のさところだけはなんかニコニコしていめちゃやりたくないです

あの着替えがあったのでいくみさんのそうかそれでなんか合図が出たらいくみさんが出てくるはずだったんですけど合図がいつまでだっても出ないから何かしないとって思った作だったらしいでそうなんだ焦った焦った末に出てきた地味だったみたいなるほどなんですよねいや嬉しいめちゃめちゃ良かったほんとに素敵だちだありがとうございますもうちょっといろいろ道田さんに関するメールもたくさん来ているのでですかメールも読んでいきたいと思いますしこの番組ですねあの 心を揺さぶったメールにステッカーをあげるっていうシステムをとっておりまして、えー、何かこう揺さぶられたらうん、うん、なんか左手をちょっと上げてくださいわかりました <laughs> お願いします、はい、じゃあいきます、はい、ミルクティーさんからいただいてます,ます青山さんそしてゲストのまやさんこんばんは,は先日まやさんのラジオでえ 江ノ島の話を聞きました<ー>自分も今年2月にアニメの聖地巡礼をしましたが、うん、えま、ー、やさんはエスカレーターなしで上に登ったのを聞いてすごく尊敬しましたエスカねまやさんは一時期高いところに興味を持ちましたが、うん <laughs> うん、青山さんは登ってみたい山とかありますがちょっと待ってください <laughs> 高いところに語弊があるんだ。<laughs> <ごい> <laughs> 高みを目指していたってことですね山が好きなんだ <laughs> <laughs> 去年の夏ぐらい山めっちゃ登っててえすごいなんか低い山からそれこそね、うん、あの 鎌倉の山とか<あ>裏山とか登ったりとかしててはい、はい、ハイキング的なもうそれって結構ガ,ガチでガチで靴とかもさよくやる山靴みたいなのをちゃんと巻いては <laughs> <の>じゃあもうモンベルみたいな感じんそんじょそこらのスニーカーじゃうそうそうニューバランスだと怪しいっていうぐらいの山に行ってた <laughs> なんてことそうなの,の気持ちが残ってて まあ、エスカレーター行かなくても行けるだろうってう気持ちでね<ー>登ったんだけど異常に暑くて前髪はなくなりました。 いやそうですよだってぼっちちゃんたちも前髪っていうかぼっちちゃんに関しては存在がなくなってましたから溶けすぎて溶けるよ本当に本当夏はね登ってくださいちゃんとエスカレーターでいや私たちずっと結束バンドってかってて聖地巡礼したいねって言っててでもなかなか4人のスケジュールを合わせるって大変だどうやってご友人たちとスケジュールって合わせてますでも本当あののささすごいいいなんてう優し スケジュールを何とか調整できるやつあるじゃん。調整さんみたいな、調整くんみたいな、調整サマみたいなやつ。会う三角で合うところをなんとか探して。そうですよね。ここだーって言って一人めちゃめちゃ合わないけどなんとかやろうって言ってやったりとかも。そうですよね。強行してる。確かに。 それをやるかなんかたまにさゆみとかが調整くを投げてくれるんですけどことごとく合わない合わないんだよね合わない我ら土日とかいう概念がないからなそうなんですよどうでした江ノ島江ノ島楽しかったもうでもその日も私午前中しか空いてない夕方から仕事の日で朝、朝一でめっちゃアクティブですね何時起きとかですかその日はでももう十十一時ぐらいに 江ノ島に着いたから電車でパー,ッわーってグリーン車乗っていやいやって行ってそうだね藤沢で降りてうん、うん、そこから江ノ電で<わ>江ノ島まで江ノ電めちゃくちゃいいですよねめっちゃ良かったでも本当に多分滞在江ノ島滞在いい 一時間半ぐらい。ああ、一瞬で帰ってきたから。本当に。断崖絵の島旅。そう、で弾丸で汗だくになってその後仕事にっていうね。ある意味整います。え、じゃ整った。うん。いや、えどうして山に興味を持たれたんですか。山はね、ダイエットで山登り始めたのよ。へえ。なんか歩きたいと思って、都内をそのそれこそ仕事の間ずっと歩いてたんだけど物足りなくなってきたの。段差が欲しい。同じような景色ばっかりですね。そうそうそう。で。 うんそうだなと思って高尾に行ったのがスタートで高尾だったらいけるぞって言ってあそこさ一号路から五号路ぐらいまでいろんなルートで山頂に登れるのよそうなんですねそでそれを知ってから何度も何度も高尾さんに <laughs> ダイエット目的で行ってた <laughs> リベンジ高尾さんのすごいうん、うん、そうだねなんか麓に温泉があるっていうのをあ,あるんだよでで駅で、うん、そう入って帰ることができるみたいなのを聞いて、うんうん ふーいいよっていういいよー,ー山かあれ全然もう家家う家登りですねなんですかいい家登りとは家のベッドによじ登る <laughs> <laughs> えい全然行こう <laughs> 外に行けない人 <laughs> そどうや外に行けない行けない白いもんねそういやこれこれもそういうのもあります絶対外行ってない絶対カーテン開けないですなんでよ開けよあカーテン空は好きなんですよおおソは好きなんですけどなんかソラだなソラだな射光だろ射光家だな最初もうガゼンですレベルファイブの射光カーテン 真っ暗ですおかげで。そう。やればいつか行きたいんですね。小さい山からちょっと越えていきたいと思います。続いて、クマシンさんからいただいてます。よぴさんゲストのまやさん、こんにちは。初投稿です。ありがとう。このラジオにもついに結束バンド以外の初めてのゲストが来ましたね。あ、待って、同じメールが来てる。え えーとアフレコ当時の話はもちろんまやさライブ構成にも行ったとのことでその時の感想予備さん交えてぜひ聞きたいですそしてまやさま最近江ノ島に遊びに行ったとのことですがいまだに江ノ島に行けてね結束バンドにぜひ葉っぱをかけてやってくださいそうだねそんなに江ノ島行った話超有名でなます私何だ最近話れたタジオとかで X で X もとツイッターでそう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 あのなんか江ノ島の あのしらす丼を食べたのあげたりとか自分のラジオとかでもねそうあげたからやっぱりなんかしらす丼のことを私はなんかえたいの知れない小魚れしてあれほぼほぼ醤油丼じゃんって思ってるんですけどそんなことないそんなことないあのね江ノ島にはね生しらす丼と丼っていうのがあってねありますよね生しらす丼の方が江ノ島的に推してるんだと思うんだけど私は断然しらす丼派なのねそれはあげて 火が通ってるううんとそ蒸してるっていうかそう白くなってるのがしらす丼なんだけど絶対生よりもしが美味いと思うあれあれ自身に味ってないしなんかもうなほかみじんこレベルじゃないですかみじんこ醤油うかけみたいなえ食べないなんか私一回も食べたことないし私しらすほんとにパックで香れるの好きなのよご飯にかけたりそうかちょっとしょっぱいのよ 若干ががあそれいいんですねだからね行ったら結束バンドのみんなが行ったらぜひでも生しらすとしらすの二色丼とかもあるからちょっとシェアにするかシェアするか結束バンド結構シェアしがちシェアしがちなのシェアしがちなのでそれがいいやってみるかなうんいいと思ううわ行きたくなってきたおいしいよちょっと最指に調整くんしてもらおう絶対自分ではしないっていう最悪の座長が。 <laughs> あとは、どんなメールが来てるのこのラジオってメールの事前チェックゼロなので今読んで,あるそうです話題かぶり全然あったりしちゃうんですよ。 ええ、おむちさんから頂いてます。ありがとう。青山さんゲストのまやちゃん、こんにちは。まやちゃん、うん、てめえ。ちょっと大いわしいんじゃねえの?。以前、まやちゃんが。なんだコメント出演された際に。声優さんだ。とキャスト陣が喜んでいたことを思い出します。まやちゃんは後輩からあの作品見てました。と新人時代に担当されていたキャラを言ってもらう機会も最近増えてきて。なんだか不思議な気分だったりしますか?。青山さんが思う、まやさんのここが好きエピソードなど、お聞かせください。 ください。え、はい、あ、何でしょう。え、いつもマジで笑顔。<笑>そう。そう。なんか体調悪い時とかないのかな、うん、って思うくらい。なんかいつ、何時も、うん。 あの爽やかでほがらかでらな挨拶 <laughs> もう本当に憧れて私本<当>なんとかこのラジオでも爽やかで朗らかな挨拶をしようっていう話題をしていていい、ねうん、なんか人と目合わせるのって怖いよね、うん、だったら <laughs> もう目合わせずに笑ったふりして目を細めていれば「目これ誰?」 目つぶってるんですよこれ今。えー、でも他、うん、から見たらマスクしてるから笑ってるように見えるからっていうのを、うん、これはもう全部いつも笑っている人って誰だろうって思ったときに、うん、内田さんだって。内田さんのようになりたいんだっていう私の潜在意識を思い出させてくれている。そうなの。そうなんですよ、えー。確かに笑ってるか。うん、でもね声優になってからだよ。えー、声優になって るまでは、うん、私、笑顔ってあんまり可愛くないと思って、はあ、なん基本的にはあんまりこうみんなで写真撮るときとか,、うん、なんかうんうんみたいな感じだったの。うはあ、なんて見,そ<う>見せてやるものか,ものかぐらいの、ね、学生だったんだけどうん、うん、なんか声優になったらさその NG 出しても出しても写真っていろいろくるじゃん、うん、<laughs> 写真撮られたら、ね、チェックがくるじゃない膨大なそうだか。らもう あのこ自分の中で笑顔を否定しててもしょうがないから受け入れることにしよう、うん、と思ってから笑えるなってし人気づいたら自分は笑顔が多くなってたという。めちゃめちゃ可愛いです。売れはずみ。<ん>ありがとう。<laughs> バ,バカのこの <laughs> めちゃくちゃ可愛い。なんかお渡し会とかで話題がなくなってしまった人。<laughs> めちゃくちゃ可愛い、ね。お忘れてしまった。<laughs> すべて忘れた男。<laughs> めちゃくちゃ可愛いです。<laughs> でも、ほんそうだった。また、なんか、こうん、優しい。なんか、結構、あの、他の作品とかでも、内田さん、交渉、うんうんうん、する機会があったんですけど。いつも、こう、誰に対しても、優しいし。うん、なんか、こう、や、優しさって、結構当たり前のものじゃない。 やっぱり私とかって本当人と喋れないのでうん、うん、アフレコ現場の壁になりたい <laughs> 端っこ端っこの壁になりたいみたいな <laughs> できれば誰も気づかないでみたいなうん、うん、私が来たことも帰ったこともみたいな <laughs> 思っちゃうんですけどそれだと仕事もなりゆかないしできればこう。 あの空気がよく、なった方がいい。まあ、分かってるだけど、できないと思いながら、なんか最近も過ごしてるんですけど、やっぱ内田さんがいらっしゃるのと。場がなん,なんか花が開いたように、やっぱいい匂いだし、なんかこのスタジオが今もう、だって3度くらい。上がってる、なんかもう、こう、すって、なんかこう、花が咲くんですよね。嬉しいな。いや、それをずっと伝えたかったんですけど、開口一番、こんなことアフレコで話せない。 アフレコ現場ってなかなかそうだねおはようございます鼻が咲いてますねだってマジでやばいマジでやばすぎるからそうねうごさんになるからねなんか言ってたねみたいなママ言ってるねなんか言ってるねみたいなちょっとやばいなやってきたなみたいなあいついっぱい引っ掛けてきたなって思われるのもあれだしって思ってやっとゲストでこうやってお話できてめっちゃ嬉しいですいやいやこちらこそ嬉しい え、でも言われませんよ<や>。言われるかも。かそれこそさ、自分がデビュー当時出てた作品が10周年を迎えることが増えてきて、うんうん、本当になんかあ時経ってるって思うなよ。なんか作品の公式とかで見て。うんえー <laughs> 12年ですかとか<ー>なんか増えちゃってっそ,うそ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 うなってくるとうん、うん、あそりゃそうだよなって私がさだからその頃仕事してた時に今、うん、だにぐらいの子とかって全然小学生だったりとかするわけじゃん<ー> <laughs> そうだからそうなってきますかみたいな<ー>だもう受け入れることにしてるというかうん、うん、あそういうもんだなって思えるようになってきた<ー>ここ数年でやっと。 そうですよね怖いじゃんだってさ先輩がさなんかいつまでもななんかんて言うんだろうそのすごいバリバリの感じで来られたら一生私新人なんですけど「えあなた誰ですか?」みたいな空気だったら怖いだろうなって思うから自分が先輩にそれされたら「ひょい!」ってなるから「勝てね!」この人ってならないようにしてる。 <laughs> なんか自分もなんかなんんかか基本的にどの現場行っても一番年下の子とかやっぱ多かったんですけどもう最近全然そうもいかなくなって「なんか吉野さん」みたいな感じで言われるこの結束バンドも後輩だしとかで「なんか先輩じゃん」みたいな感じで言われる時にやっぱ向こうが先輩だと思ってるこ,こっちはでも4人で。 なんか固くんでやっていこうぜみたいな感じで思ってるのにあそこってどうやって埋められるんだろうってのが最初マジであってねむずそうなんだよね歴だもんね年齢っていうかさ分かるそれはでもなんかもう上になってしまう先輩になってしまった方がとにかく嫌な空気を出さないよう嫌な先輩ムーブは絶対にしないっていう。 仲良くしてよ私、私ほんと、あの、みんなより、みんなより下の人間だからって言う必要ないけどここまででも、人間としては終わってるから、お願いお願い一緒に仲間に入れてよって、逆にね、それぐらいだとしたいしたいね、したいよ、思う、わかるほんとに、なんかこう、私の悩みを聞いてもらってもいいですかもちろん本当に 人と仲良くする方法がわからなくなってきて、えー、なんか大人になればなるほど、えー、昔の方がもっとなんか無鉄砲に、うんうん、仲良くなりたいですみたいなことが言えたんですけどだんだんあら人になんてまず <laughs> LINE って「おはようございます」だっけ「<laughs> あれお疲れ様です」だっけ「ヤ <laughs>、うん、っホー」でいいんだっけとかなんかもう考えることが増えてあわかるな。んかさ みんなさ大人になると場居場所増えるじゃんそうなんですよねコミか、自分が所属してるところがなんかあってさそこにやっぱ居続けちゃうとなんかこう広くなくなって狭く深くなっちゃうみたいなのがだんだんなんか出汁が濃くなってしょっぺなそこだけがギューっとなってあとはね薄いのよねそうなんです私も結構それをいいやと思ってきたんだけど 仕事をする上である程度の関係値とかでいいかなとかもでもね今になってやっぱなんかガンガン自分からガンガンもう嫌われるとか思わないで行くのがいいって思ったあたつで砕けろうんもうくだなんか <laughs> さこれ聞いてほしいんだとか言うとさうん、うん え面倒くさって思われる気がするじゃん。あ<ー>なんか悩みを言ってえや、ー、ねな,な,なんかうんって思われたらなとか思うけど、別にそう思ってないらしいということを、ってうん意外とみんな受け入れ体制であると思うと楽かもなと、ね、頑張ります。<laughs> うん、人と人に話す。<laughs> やばい 日本語を失った人の少女たちに人と話す,話す人悪くない,くない人は悪くない,、うん、いやありがとうございますすいません、ね、急な急なパーソナリティの相談、ね、人生相談が始まってしまいましたあとはどんな感じかしらうんあ、うん、あでもこのこの話題は。 野球なんか声優ラジオにおいてあの野球の話は絶対するなっていうのは私はデビューの時からなぜかなぜかいろんな人にう笑ってきたんですよ絶対野球の話はするなって言われてるんですがメールが来てますあらなんでしょう高かぴーさんよっぴータソタソこんにちは僕はホークスファンの高校生です大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですかタソが ホークスファンになったきっかけを教えてください。またヨッピや野球は好きですか。それらについて教えてください。あどうなんですか。どうなんですか。私ですか。はい。私はそう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 したこそ私はホークスファンです。あもう言うてます。言うてますもうすごく公式公式ですねもはやもはや公式ホークスファンはい。 そうなのよ。え、な野球とか、私それこそなんか何かスポーツに大ハマりするみたいなことが今までなくて、うん、なんかどこかのチームを応援するみたいなのって、うん、なんかやっぱきっかけとかってあったんですか。うんうん、えっとね、私うちのおじいちゃんが野球好きで、<laughs> うん、テレビめっちゃずっと野球だったの。あ夜の七時ぐらいのやつずっとナイターやってて、うんうん、でみんなでそれこそジャイアンツとか見てたんだけど、うん、なんかのきっかけで。 そのホークスがテレビでやってたかなんかでうん、うん、超かっこいい選手がいがたのね、はあ、荒垣選手っていうんだけど<あ><大>ダイエーホークスだったかなまだ、ね、なんかそのころのその彼を見て初めてアイドルなんかねプロ野球愛っていう。 野球選手がアイドル的な感じで撮影されてる雑誌があるの。えー、なんていう女王らで甲子園を飾るみたいなやつ。でそういうのに <laughs> あーってなって本屋で買ってわあ、うん、ってなった時期があってあ<ー>でそこからなんか野球を見始めて 巨人以外の野球チームもあるんだっていうところでー、うん、ホークスにに行くようになったんだよねそうだだったです、ね、だから東京出身だし<あ>全然福岡とは縁もよかれもないんだけどそっか私もうてっきり「福岡」じゃないのよ「そうなんでなんですか?」とか言われるんだけどだ魅力的な選手がいればその地域は関係ないと私は思うんだよね。うんうん <laughs> なるほど、うん、野球かいいよいやのなんか<ス>昔結構その楽天さんとかとは<ー>あのお仕事でなんか応協してたりとかもしてたんですけどじゃそれこそ一回国家斉唱をしたことがあるんですすげえ。マジ <laughs> もそれだけでももう一生の経験に残るって思ったんですけどあ、うんうん、球式までしたことない,あないあじゃあこれだわ<ス>目標 始球式始球式やっときましたあれはアニプレックスのですあやあどうもどうも <laughs> お,、ま、お待ちしておりましたお待ちしておりましたあのもうこれね <laughs> 遅れてきたということで始球式はねくということで、ね、う <laughs> そうしましょうありがとうございますということで皆さんからのメール引き続きお待ちしておりますあ <music> っち予想テスト 毎回青山氏の過去パーソナリティに問わる問題を出題します、うん、リスナーの皆さんには青山氏の過去パーソナリティがどんな回答をするのか予想の答えを送ってもらいますおいおい見事正解したリスナーもしくは正解に近いリスナーもしくはめっちゃおもろい回答したリスナーにはステッカーをプレゼントしておりますステッカーのこと忘れてたねそうなんですよ、うん、完全に完全に忘れだったもう <laughs> 大忘れもう絶対押していきます。ょ<れ>う,うステッカーをあげるってなったらこの、うん これを押したらもうステッカーアイズなんでこれ今日何度か聞きたいね押したい私のうなるぜ押<す>左手の薬指行こうぜ行こうぜということでじゃあメール読んでいきますはい、はい、今回のテストは最近さりげなく嬉しかったことです、うん、なんと内田さん宛にも早速いくつか来ているのでるじゃあちょっと最後に答え合わせということでメール読んでいきますはい。はい、来世は朝顔さんの答えです、うん、仕事帰りに買おうと思ってたアイスが ラス1で残ってた可愛いい<ー> <laughs> やすばりげねーないラス1ってのがいいんですよねそうそうあ、<何>私のために残ってたのねっていうちょ,ちょっと運命感じちゃうやついいねあー私やばい今日のメールめっちゃ好きかもしれない、うん、<laughs> みんな。 いいいいさりげなさ言ってるんじゃない？<laughs> うん、なんかほっこりするわ。そうなんですよ。ね私人の幸せな話を聞いてるときが一番幸せ説、うん。説を節をね唱え,ていこう唱えていきたい。トラタイガーさんです。カツヤに食べに行ったとき。めっちゃ限定的。<laughs> 会計時にもらえる100円引き券を期限内に忘れず利用できたとき。お<ー>あるよねーるー。忘れるの。忘れるのこれ無理。いつもダックス。<れ> <laughs> 大無理 <laughs> あのたまに見たのかファミマで今なんかいろはそれこそ買うと、うん、8月何日から使える無料券みたいなのが、うんうん、あのでも使えるんですけどその無料券使えるの、うん、あの 2, 2週間後とかなんですよそ,うそれねそのレシートずっと持ってないといけなくて、うんく 出しちゃうんだよね、うん、その領収書の束とか、きゃって、やっちゃった、うん、すごいよ、このれできたら嬉しい、ね、嬉しいこれはさりげないわ。たかが100円、されど100円ですから、うん、続いて。はい、カピマル水産さん今回のお題の青山さんがさりげなく嬉しかったこと、<laughs> 結束バンド4人揃ってカラオケに行けたことだと思います。お あ、いけてないですね。負けてないんですか。<laughs> しかも、私はその人とカラオケにも行けないんですよ。どういうこと?も。もはや。ええ <laughs> 外に出るのが苦手という話。と思うんですけど。おうおうなんかこう、カラオケって。こう、うん、センスがめちゃめちゃ問われる。あー、選曲?そう。え、うん、まず一曲目、何歌うのあの孫月空間がもう私許せないんですよ。<laughs> ただ。 まあ結束バンドだったら結束バンドを歌えばいいん <laughs> だね「じゃあ青春コンプレックスにしよう」でいいんですけどまあこれは架空の話です、うん、架空の人間とカラオケに行くような機会があった時に「えどうするどうする一曲目どうするえどっちになる?」みたいな <laughs> あの「さわ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 」みたいな。あるなな、はい、すごいなんか ね起き上がり拳みたいになる心がなんかそうなんだよね一曲目の流れでさ決まるとこあるじゃんあるじゃこれみたいなそれだったらこっち行こうみたいなあるんですよ気まずいよね選曲のセンスがマジでむずすぎて人ともう二度とカラオケに行けない結束バンドならいける結束バンドならいけるただいかんせんスケジュールがスケジュでも多分江ノ島よりもめちゃめちゃ合わせやすいそうだね夜でもいいしね うん、昼でも朝でも夜でもいいので。うん、いける。やじぜひ行きたいな。行きたいなの話です、うん、ね。じゃ、あ続いて。サンデーエレファントさん。あ、まやさんにも来てます。よんぴちゃん。はみつきの油具合が最高だった。うん、そして、マヤさん。路地裏でブサカワ猫ちゃんに遭遇した、うん。いや、いいですね。幸せですなるほどね。あえて二人違うのを送ってくれた、ね、ということね。ね猫ちゃん。 うん好き好きそうなんですねでもそれをなかなか東京いないねそうなんですよね意外といない確かにするなんかちょっと離れるとめちゃめちゃいるけどなんか普段仕事とかで歩く場所にはいないかもう猫っこ一人うん最近セミはいるけどね。 セミにもうブサイクも可愛いもないごめんごめんねごめんけど続いてあるかしら麦茶はロック派さん青山さんお中元でお酒がたくさんもらえたこと内田さんはい。 ソフトバンクが長い連敗から抜け出したこと。やめろ、やめろ、やめろ、<laughs> もうあの連敗のことは過去にするんだ。<laughs> <laughs> やっぱ野球の話はもう NG なだね。え、そう、ま、厳しいね。厳しいですね。で,すねでも嬉しいね。い。いや、お酒たくさんもらいたいです。お酒。お酒ね。内田さんも好きですか？好き好き。<laughs> ですね最近の楽しみはね北の国からを見ながら日本酒を飲むっていう。激渋じゃないですか五郎さんと同じ酒を飲みたいと思いながらなんかこういうなんかお酒飲んでるうわいいですねビタさんの日本酒あーいい夏夏ですねちょっと開けるときに注意が必要な日本酒とか 最高じゃないですかでも今のところ正解はなくてそうだね私もないな解き放たれた時き放たれたさん解き放たれた時き放たれたなんかちょもう一回言いたくなっちゃうもんね青山さんいつの間にか苦戦していたフレーズを弾けるようになっていたこと藤田さん弟に会えたことさりげなく嬉しいっていうか

うかもしれないわあさりげこのさりげなさが難しいんですよねジャック・イン・ザ・スカイさん自宅からスタジオまで行く間に一度も信号に引っかからなかった素晴らしすぎこれマジ素晴らしいこれ全然答えじゃないけどもうめっちゃわかるわかるこれだよ分分からくないそうなんですよ なしかも「れもでもなんか遅刻の言い訳にもしたくないけど信号が全部うまくいかなかった時に超ギリギリリななるあの感じなんかこう「今から曲がりますよ」みたいな,なんかじゃタクシーとかでよほど急いでる時とかに曲がるって時に黄色になって。 … <laughs> 戦闘で待つあの。いけ、いけた、そうじゃない。まあ、いけた頑張って、あとなんか、時速2キロから上がったらいける気絶じゃないかなって思うけど、きなるね。時があった時に、お全部青やん。<laughs> こっちも青、あ <laughs>、めっちゃ早くついちゃっけど、<laughs> が 本当にでこれは最高これ最高、ね、朝これがあったらもう一日ちょっとハッピーぐらいのやつ次の日にはもう正直忘れちゃうんだけど、うん、あさりげないかもしれないねめっちゃさりげなく嬉しいですね、うん、でもさりげなさで言うと私の答えとちょっと近いから<ー>、うん、でももっとおもっとさりげないさりげないというか近い私にお<ー>カオルラさん<い>コンビニでお釣りを渡してくる時 自分の手の下に店員のお姉さんがスッと手を添えてきたあ<ー>でも今もうないですもんね今触るのちょっとねー,ねーってなってなんかだんだんもうトレーか、うん、トレー置きがかもあのここレジンっていうか,なんかセブンイレブンとかだとジャンって出てきて、ね、そうセルフでついてくるからそうだねなかなかないんですよね店員のお姉さんがスッと手を添えてくれること、ね、人間の温かみを感じる機会、ね、減ったよね減った 人間ってあったかいですねなんか切なさを感じたけどなんかロボットだった人間人あららがい人間があったかい人間は暖かいよね人間って暖かいですそうなんだよいや面白いあとパラサイトデブからいただきますありがとうヨピ様お姉さまこんばんはえ最近さりげなく嬉しかったことはズバリ 引っ越し先の近くにあるコンビニの店員さんがすごく丁寧で優しくて超可愛いです。あ、いいですね。こんなのがあったらね。そう、こういうことが嬉しい。ただ私さっきそう引っ越したんですけど、えー、引っ越した先のコンビニが、うんうん、あのもうほぼセルフレジ。えー、そうなんですよ。だからもうほぼほぼ店員さんがいなくて、うん、だからなんかちょっとなんかね。 二位のチキンとかが欲しい時とかに、呼ばないといけない。ええー、<あ>いないんだ。あの、なでも、なんか、外で大きな声出せない。<laughs> <laughs> 当たり前にいるもんだと思ってたから。一人ぐらい、どうしようって思って、もう別のコンビニで二位のチキン買って。ええ、売上げ。もう、全然ダメじゃんね。なんか、まあ、人件費削減で、いろいろと、まあ、トンとんなのかなって思って。 でも確かにコンビニってなんやかんや一番利用するからそ,う、ね、そこにこうテンション上がる人がいると、うん、嬉しいですよねお気に入りのねなんかこう人に会えるとそれだけで初めて上京した時に、うん、あのスタバがその近くにあったんですうん、うん、最寄りの駅にスタバがあって熊本にいる時は最寄りの駅にスタバなんてありえなかったんですよそうなんだスタバとはもう車で行って行くレジャー施設みたいなところだったので。 スタバがで電車でえー、みたいな <laughs> なった時にしかもそのスタバに働いてるお兄さんがもう爆裂ってイケメンで、うん、<laughs> 最高やそもう大学の友人たちの3人くらいで。うんうん 怖いと思うお前がいいよお前がいいよみたいなこと言って学生だなめちゃくちゃダサくて誰も声かけるとしないで遠くの席取ってチラって見てるわけえ今日腕二個まくってるよとか言ってマジキモいでもスタバの店員さんってなんかちょっとそういう感じのあるね扱いにされがちですよね憧れさえかちっこよく見えちゃうんですよねあれずるいそうあの服がずるいじゃない季節 ある腕まくりが腕あるな腕まくり本当腕まくるなまくるな腕まくるな腕まくんなかったらそんなに言わないからさ腕なんだよね腕なんだよね人間は腕腕極論腕ですじゃあ最後はい最後いきましょう私がさりげなく嬉しかったことまさまささん今生きていること焼き あげちゃおっか。ビューそうね、あの間違いない,違い。みんなそうだからね。ねみんな生きててくれてありがとうですよ。そうです。今日の今日まで。うん。いや、嬉しい。今日ね、本当にみんな元気に生きていこう。なんか健康に生きることのありがたに。本当よ。めっちゃ感じ。ます暑いしさ、<う>なんか倒れないように。やりがとうのんびり。生きようね。 なんかこんなにすっごい深い答えをいただいてしまって確かに私どううしようこれ <laughs> 本当に申し訳ないんですが <laughs>、うん、じゃ私が実ははいさりげなく嬉しかったことを発表していただけます, <laughs> けますかドトールの店員さんがストローを刺してくれたこと、うん。<laughs> いやストローを刺すというのはあのさみんなよくよく思い出してほしいとトール言ってください今から行きました頼みますそしたらまあカフェオレアイスあのトールサイズで頼みましたうんそしたら大体その場でもうガチャミンミンって作ってスッってその場でもう出されるんですよでストローは横とか後ろとかにあるからストロー後ろになりますって言われて帰るとかまあその場で飲むとかが普通なんですけどその店員さんがストロー刺しますかって 聞いててくださっガムシロップどうなさいますかって言って「あっそこまで返し」みそんなこと聞かれたことないよね」なんか今までは「もうもらって帰る」だったから聞かれたことに対して全然答えられなくて「あああっあそれなんかもう「も、あじゃあお願いします」っガムシロップ入れて混ぜて出してくれたんです。 割と朝から稼働が続いてて<ー>ちょっと心減ろみたいな時に若干いつもだからそのガムシロップ入れないんですけど甘いものものみてえなと思ってヘロヘロでいったカフェオレトールでだったのを察してくれたのかやってくれてそれにもうカッってなんかやっぱ冷たさも相まって心がすっと優しくなって。癒し ささりげなさを、ね、さげな感じたわけかめちゃめちゃいいねどうですか最近さり,げなさりげない嬉しかったことが本屋で、うん、本をこう何買おうかなと思って見てた時に、はい、まあ 買おうかなっって思た時にねふとあれそういえばこの雑誌楽天ブックスにあるかもしれないと思ってシュシュシュって見たらあったのだから買わずにその楽天ブックスでサブスクで見れたことそっそうそうそうんかアンリミテッド的なやつで読める的なやつなの雑雑誌誌この買おうかな あったなってそのままネットで見れちゃったからさりげないさりげなくあやった私サブスク入っててよかったって思ったっていうケチ嬉しいうった私内田真彩さんからそのエピソード聞けたらうしい。

さてじゃあここで次回のテストを発表します、はい、次回のテストはですね嫌な予定の前に すること。うわー <laughs> です、まあ。これ嫌な予定っていうのもそれぞれありますよね。<laughs> すねみんなんかちょっと行きたくないなみたいな飲み会とかんなんか上司からの呼び出しとかの前にすること。うんうん、パーソナリティだから私だけじゃないですよ。他の結束バンのみんなが何するかみたいなのうん、うん、ぜひ皆さんの予想の答えお待ちしております。<い>以上ぼっち予想テストでした。 聞いて驚く中でエンディングですえあれいろいろな何かよっぷって飛んだようだあの喋りすぎあそういうことかもしれない私どうしてもイきり懺悔室めっちゃやりたかったんですけど飛ばされました飛ばされましたねしかもすっごい楽しみにしてたオーディションも飛ばされました残念ですがもうエンディングということでいや めちゃめちゃ楽しかった普通に初めてしゃべったのにいろいろ2人でしゃべるとすごくのんびり今日のメールテーマもあったけどよかった、嫌な予定の前にすることじゃなくてよかったテーマがめっちゃのんびりしてたかもしれな ハッピーでしたやがったありがとうございますありがと私もなんか改めてやっぱりこの結束バンドキャストの結束バンド話ってもうめちゃめちゃ聞いてて他のそれこそきクリさんとかも2人ご当家の皆さんとかもそ a さんもそうですめっちゃ聞きたいと思ってた何よりのお方だと思ってよかったー今日来てくださって嬉しかったですありがとうございました ということで、このボッツザラジオでは各コーナーでのメールを募集中です。メールアドレス、ボッチラジオ、あトマコン温泉 .ed までお送りください。番組配信ページや投稿フォームもありますので、こちらから送ることもできます。番組の盛り上がりは皆さんからのメールにかかっておりますので、ぜひ送ってください。ということで、本日のボッツザラジオはこれにて終了です。お届けしたのは、後藤一人役、青山よしのと、伊地知聖火役、内田真弥でした。 「おもいでうめてゆくそんな